中旬熊野。どうも、コバヤンです。今回はクリスマス任務最後の任務になってきます。拡張作戦にクリスマス最終決戦発動の攻略をやっていきます。この任務ですが、ウォースパイとシェフィールド、ヒューストン、スズヤ、クマの絹笠から3隻編成して、4の5、5の3、6の4を各2回 S 勝利で達成という任務になっています。それではまず4の5からやっていきますが、攻略編成が空母系4、従順系2の高速プラス統一です。軽空母のスズやクマの海に行こうのどちらかがいると、戦艦空母枠に1隻編成して、従順級以下の枠に指定艦で無理なく編成が可能です。空母4隻でボスマス低空確保を取れる420以上に調整。でボスは従順級に3式弾装備させて対策です。高圧艦星7のみで高速プラスにできる高順の鈴熊なら偵察機装備でレキル連撃とか、空母で鶴島や鈴熊系空母は熟練艦射程調整や噴針砲火に装備ができるんですが、まあそこまでなくても、まあ、苦戦することはないかなと思います。一応高速プラスができると一番楽かと思いますが、それ以外のルートも紹介したいと思いますが、変換空母3隻、従順級3隻のKマス経由ルートがあります。これだと指定艦どれでも無理なく編成可能なルートですね。ヒューストン、キヌガサ、スズヤ、クマノから3隻編成して、残り戦艦、空母3隻とか、ウォースパイとプラスその他2隻なども可能です。戦艦、正規空母3隻がかつ、戦艦、空母4でもボス到達できるので、戦艦に正規空母1、軽空母1、従順級2にすることもできます。あともう1個が、K マス回避ルート。これは戦艦、空母3、軽順1、駆逐2の高速統一で、K マス回避してボス到達できる編成です。これはスズヤクマノが軽空母で、シェフィールドがいるならこのルートが無理なく編成可能です。スタートから A マスに進んだ場合と C マスに進んだ場合でルートの進み方が変わるので、このルートをやる場合はよくウィキとかで確認して攻略することをお勧めします。第一遊撃部隊、第二部隊、私たちの出番ね。次にゴノさんです。編成戦艦に高順位置、軽順位置、駆逐2の高速統一。ウォースパイトが珍しく指定艦に入っていたので、無理やり領海戦突撃を採用した編成です。高速統一にすれば戦艦2隻編成可能なので、ウォースパイトは高速化しています。残り従順級以下から1隻と、軽順1駆逐2になるので、指定艦はスズヤとシェフィールドを編成しています。今後とスズヤに水爆推薦装備させて、ボス、軽空母編成以外の2パターンは航空で取れる、制空71以上に調整しています。今回、まあ、こんな感じで攻略してるんですが、基本的に領艦や戦闘機を使わなければ無理なく指定艦で編成可能です。基本的な条件は、軽巡1駆逐に含む低速戦艦1隻までか、従順級以下3隻の編成で攻略すれば大丈夫ですね。ウォースパイトを含む指定艦から3隻プラス、軽巡1駆逐2で条件が達成できます。シェフィールドがいるなら、今やってる自分の編成の混合枠のところですかね。ここ1隻従順級以下から自由枠に変更も可能です。まだ道中撤退が多いようなら道中野戦マス対策に、また道中撤退が多いようなら野戦マス対策に支援加点も活用するようにしましょう。理想時期並行可能な消化任務ですが、クオータリ任務、新編成、三河艦隊徹底解任突入せよ。これも一応同時消化できますね。やる場合は三河指定艦2隻プラス夕張または天竜、そして絹笠、鈴や熊野の従順級5、軽順1で同時消化が可能です。最後6の4になります。編成が戦艦1、高順1、従順1、駆逐2、秋津島1です。秋津島かシェフィールドがいないと今回左ルートで攻略ができないので、指定艦の条件が少し厳しめです。
アクセシマ編成した場合は、紅樹の鈴矢か熊の1隻。で、残り、ヨースパイとヒューストン、キヌガサ、シェフィールドから2隻編成して指定艦は達成です。残りが、アクセシマプラス駆逐2隻固定になってきます。ボスで勝利逃したくないので、まあ、戦力にもよりますが、基地航空隊はボスに飛ばしたいかなと思います。なので、戦艦2隻のシーマスはお祈り突破になりがちです。オースパイといるなら採用して、まあ、従順級とかは連撃装備で火力出せるようにしておきたいですね。次に、アクセシマなしの攻略編成の紹介をしたいと思いますが、アクセシマいない場合は、軽巡機関の高速統一編成になります。駆逐参戦が必須になるので、シェフィールドがいないと指定艦条件が達成できません。残りは指定艦から2隻編成すればいいんですけれども、高速統一が条件なので、低速のオースパイとは高速にしても三式弾すら装備できないので、麹の鈴や熊野を採用が無難かと思います。鈴や熊野は主砲に推定1、推薦1、同説に三式弾で火力出せるようにしておくといいと思います。シェフィールドも連撃装備が無難ですかね。で、駆逐三隻の方で、まあ、砲台とかの対装備はしっかり対策するようにしましょう。まあ、一応、逃げるともできなくはないので紹介だけしますが、軽空母の鈴やまたは熊野を使えば一応これは可能です。軽空母の鈴やまた熊野編成と、ウォースパイと、あと従順または高順に指定艦が揃います。まあ、ただ正直この編成でやるんだったらシェフィールド272で掘ってから左やった方がいいと思われますので、あんまりおすすめはしません。理想時期並行可能な消化任務は、クオータリ任務、戦火拡張任務、Z 作戦、電動作戦があります。では最後に任務達成報酬の紹介です。選択報酬1、ここは基本銀河一択でいいです。22型は銀河の更新用で選択に、まあ、入ってるんかと思いますが、回収で作成は可能です。で、バラクーダも一つ前の任務で一気入手できるので、ここでもう選択するっていう必要はほぼないんじゃないかと思います。選択報酬2、なんか意味深に選択に置かれてる熱式エンジンが非常に気になる選択にはなっています。一部銀河エグサ隊に必要なんじゃないかと予想している人もいるみたいなんですけれども、さすがに後出しで熱式要求はないんじゃないかと自分は思っています。まあもっとね、銀河熟練とか銀河エグサって、まあ、機体が強くなってるわけじゃなくて搭乗員を指しているので、機体自体が変化するわけではないので、熱式エンジンを使って更新っていうことはないんじゃないかなっていう気はしてますね。まあ、熱式エンジン以外も取り返しの効く選択なので、どうしても心配なら熱式エンジン選択して、不要なら必要なものを選択でいいかと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よろしく。